こんにちは、柴田です。今回は Zoom の MS50G のお話です。この MS50G はですね、非常に人気があって、その人気の理由としてはコスパが非常にいいと。私もですね、この取説を動画で上げさせていただいてるんですけれども、未だに再生数が伸び続ける本当に人気の機種です。その人気のこの MS50G がですね、今市場から消えてるんです。皆さんご存知だったでしょうか？なかなか見かけなくなったなぁと思った時に起きてくるのが高騰ですよね。 Amazon でですね、今 27,849 円、 Yahoo ショッピングだと 39,300 円。これはどうなってるんだというところでですね、私 Zoom さんにお電話をさせていただきまして、現在のね状況をお聞きいたしましたので、皆さんに共有させていただきたいと思います。今現在結構有名な話ではあるんですけれども、半導体だったり部品がなかなか調達できない、これはねエフェクターに限らずで起きていることなんですけれども、まずはそれが大きな理由だそうです。でもう一つはですね、中国の工場で作ってるようなんですけれども、その中国でロックダウンが起きて工場が稼働していない、この部品の調達ができないのとロックダウンというダブルパンチで今製造が追いつかないと。Zoom さんから工場の方にはですね発注をかけていて、それも全くもって止まっているわけじゃなくて、ちょくちょく入ってはきてるらしいんですよ。でもそれがですね、予約注文の方々に回るので、一般では全然動いていないように見えていると。なので注文をすればですね、定価で購入することができます。現在ですね、メルカリとか中古もね高騰してきているんですけれど、焦らず待てばですね、しっかりと新品を定価で購入することができると。ちなみに G14 とかは通常通り買えるようになってます。わざわざですね定価の何倍もするようなものを買う必要ないですし、中古で新品よりも高い、定価よりも高いものも買う必要はないんじゃないかなと。そんなに遠くない未来、通常稼働ができるんじゃないかというふうに Zoom さんもおっしゃっておりました。なので焦らず待ちましょう。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。